おはようございます。今日はジュニアコピーライター第12話の宿題をシェアしたいと思います。12話のテーマは顧客リストの秘密です。ビジネスとお客様は切っても切れない関係ですよね。お客様さえいれば何度でもゼロからでも商売はやり直せる、そう言いますよね。あなたは大福帳っていうものをご存知ですか？簡単に言えば江戸時代の顧客リストです。江戸時代すでに掛け売りっていうものがあったんですね。商品を先渡し、そして代金は月末とか年末にまとめて支払う。この大福帳にはお客様の名前とか住所ですね、その他に売掛金も記されていました。よく落語や時代劇で長屋に商売人が集金しにやってくるっていう場面がありますけど、結構伝統的なやり方なんですね。いつの時代も買う方はなるべく面倒なことはしたくないものです。最初は、急いでいるからとかね、じゃあ後でいいよとかね、今は持ち合わせがないからとか、では後ほど、いや今すぐはない、ではいつならよろしいでしょうかみたいな感じで、じゃあ月末に来てくんな、まあ場合によってはうちは年末にまとめて払うよみたいな感じでね、まあこれつけといて、へい毎度あり、まあそういう文化ができたのでしょうか。まあたとえ後払いであっても払ってくれるんなら売る方も売りたくなっちゃいますよね。で実際売りやすいわけですよね。まあ現在でも商品代金の支払いは現金一括払いの他に後払いっていうのがあります。まあクレジットとか分割とかですね。まあ江戸時代の給金っていうのも月末払いが多かったんでしょうかね。まあそれは分かりませんけど、まあそれに江戸っ子は宵越の金は持たねえとか言いますよね。まあそれは江戸というところが世界でも珍しいくらい日常的に火災が多かったそうで。まあ、火災が全部焼けてしまうよりは使った方がマシみたいな考え方が庶民にはあったようです。だから商売人は結構売掛金を抱えていたんですよ。まあ、顧客リストと未回収金のあるなしっていうのがきっちりと記載されていました。そのお店の大福帳、それは商売の命綱であり資産でもあったんですね。なのでこれさえあればたとえ火事でお店が焼けてしまっても、またすぐにお客さんのところに行って売掛金を回収したり、また商品を買ってもらうことができたんです。まあでもね、そんなに頻繁に起こっていた火事にどうやって対処していたんでしょうね。大福帳っていうのは紙でできています。火事の時にうまい具合に持ち出すことができなければ建物と一緒に焼けてしまいますよね。で火事だって言ってね、反証がカン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 とか鳴り響く中で、みんながねもうあっち行ったりこっち行ったり冷静でいられるわけがないですよ。デッチとか手台とか番頭とかね、大番頭とかがね走り回って、まずは店主とか店主の家族の命を守るんでしょうね。まあ、とにかく、でもですね、火災が起きた時の、消火のマインドセットっていうのは、商品は焼けても大福帳は死んでも守れ、まあ、死んでもとまで言ったかどうかは知りませんけれども、それぐらい大福帳はお店の命に関わるものだから、まあ、それくらいのつもりで大福帳を守れっていうことですよね。要は、まあ、お店を守るための優先順位っていうことですかね。まあ、一番にしなさいってことですね。でお店を守れば主人も従業員も食べていける、生き延びることができるっていうことです。で、こういうね火事場の混乱時にどうやって命よりも大事な大福帳を守ったかというと、まあ、とにかく大福帳をですね、なんと井戸に投げ込んでから避難したんです。って思いますよね。まあ、大福帳は紙だから文字も消えてぐしゃぐしゃになって溶けちゃうって心配すると思うんですけど、まあ用紙ならいざ知らず、大福帳は日本が誇る和紙でできています。
まあ、そう簡単には破れません、まあ、インクでなく墨で書いてあるので文字もにじまないんです、まあ、紙も書いた文字も、まあ、乾けばはい元通りで、まあすごくないですか、日本の紙の技術って。和紙、紙っていうのは水に弱いイメージがありますけれども、そんなことはありません。なぜなら強くて長い繊維が複雑に混じり合っているからなんです。まあ、深い井戸に浸かった大福帳を火事が収まってから引き上げてバラバラにしてまた、組み直して使うことができたんです。なので売りかけのあるなしの証拠を持ってですね、大福帳を持って代金を踏み倒されないように、まあ集金しに行けたっていうことなんですね。まあ、強い原料でできた和紙があったからこそ生まれた商人の知恵と言えるのかもしれません。って感じで、まあ、江戸時代から何百年か経った現代の商売、ビジネス環境は変わりました。第一、通販なんてなかったですからね。すごい変わりようです。今ならどうやってお客様のリストを守りますか。まあ、よく顧客データが外部へ流出したとか、まあ、そういうことが問題になっています。まあ、顧客リストが大事なことだけは、まあ、今も昔も変わらないことです。まあ、一から新規顧客を生み出すっていうのも大変な労力がかかります。だから1リストいくらっていうことでね、売り買いされたりしているんですよね。まあ、江戸時代の商売人が聞いたらなんちゅこっちゃって怒り出しそうですよね。まあ、大切なお得意様をインターネットで行ったり来たり差し上がってみたいなね。まあ、そんなお客様のね、特徴って言いますかね、それも江戸時代よりも多様化しています。まあ、個人個人の好みも複雑なんですよね。生活レベル、ライフスタイル、価値観、世界観、家族構成、ものの、まあ、概念ですね、ものに対する概念、固定観念、まあ、いろいろ違いはありますけどね、やっぱりそこには一定のパターンがあったり、ルールがあったり、セオリーが存在するんです。これについてはね、少し昨日お話ししました。まあ、同じ地球に人間として住んで、生まれて食べて遊んで学んで働いて結婚して子供を産んで親になって子育てして、でようやく親の苦労が分かるようになって、やり残したことに気がついて諦めて死んでいく、まあまあ例えばってことですけど、で宿題はですね、自分の商売にとって適した リストであるかね、そうでないかですね、それをチェックするっていうことです。あとその後ね、そのチェックポイントをね、もっともっと掘り下げていきます。まあ、お客様の好みって言っても、まあ、例えばね、世界観まで考えてみると、もっとね、顧客心理っていうのが理解しやすいと思いますね。はい、もう一つの宿題は、今回学んだことをインデックスカードに書くっていうことです。いつものようにマインドセットとして書いて見返して脊髄に染み込ませるっていうことですね。はい、というわけで時間が来ました。それでは今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。